画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。ということで、今回は前々からリクエストがあったドミネーションのね、解説実況していきたいと思います。ドミネーション結構長くなっちゃうんで、あんまり解説実況向いてないかなというふうに思ったんですけど、まあ要望があったんでやっていきたいと思います。でですね、まあ今回使っていくカスタムなんですけども、空挺手段にエネルギッシュをつけて、まあ走り回るみたいな、そんなカスタムになってますね。PPSH っていう、まあ安定のね、最強 SMG かな、最強だよね多分まあこいつを使って、リーサルがね、マーク2手榴弾か。まあ、これは基本的にその、B 型のね、防衛だったりに、ほぼほぼ必ず使える、リーサルになってるんで、まあ、手榴弾が安定かなというふうに思います。で、今回、やっていくマップ、解説していくマップ、ジブラルタルなんですけども、まあ、ドミネーションって基本的に、まあ、B 型を奪い合うっていうルールだと、皆さん思うと思うんですけど、まあ、その通りで。で、ただね、A 型と C 型、どちらを本拠地にするかっていう点で、まあね、有利な旗、不利な旗っていうのが結構あったりするんですよね、マップごとで。で、このジブラルタルっていうのは C 旗側がね、結構湧いてすぐにこの B ポジション、B の旗のところにグレネードを投げ込めるんで、まあ C 旗の方が若干有利なのかなという感じはしますね。で、やっぱり地上戦のドミネーションっていうのは、まあ空中戦というか BO3 とか IW とかよりも連携が大切になってくるんで、まあ味方の位置だったり、キルログですね、左下のキルログっていうのをしっかり見るように、見ながら見れるように頑張っていきましょう。で、先ほど見た通り前押し型のカスタムなんで、開幕はね、自分の旗には入らず速攻に B 目指すんですけど、このポジションですね、基本的に、グレネードの投げ下ろしが来るので、C 旗が有利っていう感じですよね。ただこちら側はその分軽機関銃で、あの階段上を全員というか、まあ壁抜きができるんで、まあある意味救済措置ではあるのかなという感じですけど、まあこんな感じでグレネードが飛んでくるんで、まあやっぱり C 旗の方が若干有利なのかなという感じはしますよね。で、B 前で待ってるんですけど、ここでやられてしまって、こんな感じですね。まあ、地旗はね、やっぱり2、3人で取れれば十分なんで、開幕はね、基本的に不利な旗側だった場合は、先手を取られると押し返すのが難しいんで、まあ、僕1人しかね、開幕 B 旗に向かってなかったんですけど、できればあと2、3人ぐらいはね、開幕 B ダッシュしてくれる方がいると、まあ、もうちょっとスタートはいいスタートを切れたかなという感じがしますよね。結構この B 旗の周り、ジブラルタルは2階と1階どちらもクリアリングしないといけないんで、なんだろうな、1人じゃどうしても難しいんですよね。枚数をある程度かけてクリアリングしなきゃいけないので、1人で行こうとすると、まあこんな感じですよね。もう3方向から蜂の巣状態っていう感じで、まあやっぱり基本的にね、地上戦のドミネーションっていうのは1人での打開っていうのがすごく難しいんで、味方の上がるタイミングっていうのをね、ちゃんと意識してあげましょう。で、まあ今ね、脇がこんな感じで4人一斉に自立から湧いてるっていう感じなんで、まあ相当ピンチだなっていうのが分かりますよね。まあこういう時はもう1人ずつ倒して、少しずつ前線を上げていくっていう感じですね。こういうところやっぱサプレッサーついてると強いですよね。3枚抜いて、4枚目ですね。で、この段階でね、4枚が相手のリスポーン、初期位置から湧いてくるっていうのが確定なんで、できることであれば、味方さんにね、このタイミングで上がってきてほしいですね。で、5枚目も抜いて、もう少しこう直線的に B 旗に上がってきてくれると結構助かるんですけど、まあ、しょうがないですね、こればっかりは。やっぱり味方さんもね、上がりたくても上がれないタイミングっていうのがあるんで、まあ、何よりも本当、キルログと、ミニマップに映ってる味方の位置、そして自分がこの、チーム。で、どういう役割に徹するべきなのか、強い人がいるのであれば強い人にね、前押しを任せるべきだし、自分がこのチームではあまり役に立てないかもしれないなとか、初心者だなって思ったら、そのね、強い人が前押しをできているタイミングで、B 旗に入る、旗にちゃんと絡むっていうことを意識できると、まあ、初心者さんでもね、ドミネーション楽しんでプレイできるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、基本的に僕はもう前押しの立ち回りしかできないんで、ドミネーションあんまり得意じゃないんで、ひたすら前押しですね。もそうですね、前押しで3枚抜けてて、で、味方が2枚、いいタイミングで B 旗に入ってくれてますね。まあ、ここはもう B 旗確実に取れるっていう感じのタイミングですよね。やっぱりこうやって前押しができたタイミングで、味方がね、旗に入ってきてくれるとうまく B 旗は取れますよね。先ほども説明したんですけど、まあ、スキルに自信があるのであればこういう風に前押しの立ち回りもいいんですけど、まあ、初心者さんだとね、前押しの人が頑張ってるタイミングで B 旗に入るっていう、まあ、それだけで本当にね、前押ししてる人からするとすごく助かるので、まあ、自分に何ができるかっていうのをね、ちゃんと考えつつやると、まあ、ドミネーションは結構楽しめるんじゃないかなという風に思いますね。
やっぱグレネードすごいですね。で、まあ、ドミネーションのね、スコアボード開くとこんな感じになってると思うんですけど、まあね、ダッシュ数と防衛数っていうのがあると思うんですけど、まあ、これのね、どちらを増やすかっていうのをね、ちゃんと意識しながらプレイするようにしましょう。僕だったら前押し型なんで、キル数と、防衛か。B 旗防衛の数を増やせるように、まあ、立ち回るっていう感じですね。で、初心者さんであれば、デスを減らして、旗のダッシュ数を増やす感じで意識したらいいかなというふうに思いますね。まあ、もちろん防衛もね、意識していいと思うんですけど。で、ここはね、一見すると人数がいっぱいいるんで、B 旗取れそうなんですけど、まあ、こんな感じでグレネードで飛んでしまうと。まあ、旗を取る味方がいる場合であれば、まあ、今ね、ミニマップの赤丸の味方がいたんですけど、できればね、前押しして、前線をカバーしてほしいんですよね。じゃないと、今みたいな感じで、まあ、簡単にグレネードが飛んできちゃったりとか、前押し、敵の前押ししてる、やつに、旗を取ってる味方がやられちゃったりとかするんで、まあ、どの位置でその旗を取ってる味方をカバーしてあげるかっていうのもね、結構大切になってくるかなというふうに思いますね。で、やっぱりいくら入っても一人だとね、B 旗はどうしても取れないですよね。で、スコアボードを見てみると、こんな感じで、味方が一人抜けてしまってるのと、まあ、そろそろね、100点マッチ、前半100点なんで、試合がね、終わりそうですよね。なんで、まあ、ここはね、数的不利も相まってるんで、まあ、味方がね、今 B 旗の前ぐらいまで上がれてるんで、で、しかも数的不利なんで、まあ、物量では絶対勝てないんで、ここはね、裏取りを狙っていきましょう。味方が B 前まである程度上がれてるかなっていうタイミングで自分だけね唯一裏取りをすると、まあこんな感じでかなり裏取り刺さりますよね。やっぱり B 前まで味方が上がってるとそちらにね敵もね気を取られるんで、まあ今のこのタイミングっていうのは理想的なタイミングでの裏取りだったかなというふうに思いますね。たとえね数的不利だろうと、まあ刺さればこんな感じで簡単に B 旗を取ることができますね。で、この右ロングですね。AR だったり LMG に見られてると、厳しいですよね。まあ、スペシャリストとかがあるわけでもないので、地上戦はやっぱりグレネードと。いいですね。やっぱり、地上戦はね、まあ、どのルールでもドミネーションに限らず、投擲物うまく扱えるスキル、結構大事になってくるかなというふうに思いますね。で、後半はね、もう少し僕自身旗にも絡みたいんで、1位の人が今、自分の味方の1位の人が旗式結構高めに絡んでくれてるんで、まあ、今まで通り前押しでキルを稼いで、スコアストリークだったりを出して、貢献しつつ、まあ、なるべく B 旗のね、防衛で絡めるようにっていう感じですね。で、ここ開幕っすね。まあ、この赤丸のところ見なきゃいけないんで、結構見る場所多いですね。まあ、機銃のところさえ、なんとかなってればいいかなという感じはするんですけど、まあ、僕がね、前半戦の開幕でここに待ってたと思うんですけど、まあ、あそこで待たれると結構辛いんで、ただま、やっぱり赤点を出させるだけでも味方がカバーしてくれるんで、まあ、あれはあれでいいかなという感じですね。ただま、開幕ではね、まあ、やられてしまって、まあ、前押しがね、負けちゃったんで、敵に B 旗を取られてしまいましたね。で、ベルターはやっぱり一人で踏んでも取れないですね。裏取りはね、基本的に味方とのタイミングが合わないと、もう旗に入らない方がいいですね。というか、そもそも裏取り自体しない方がいいですね、ぶっちゃけ。うん。裏取りしたとしても、まあ、なんだろうな、本当にキルできる自信があって、なおかつサプレッサーがあって、こう敵の前線を抑え込むみたいな、プレイができるのであれば、まあいいかなという感じはしますけど、むやみに相手のね、なんだろう、相手のリスポーン地点の旗、まあ今であれば A 旗をむやみに狙いに行ったりとか、踏みに行ったりしても、あんまり意味はないかなという感じがしますね。そこで A 旗を取れたとしても、結局敵が湧いてくるのって A 旗なんですよ。なんで、すぐに取り返されちゃうんで、まあ、基本的に初心者さんはやっぱり、まあ、けなげにこう B に向かって頑張って突撃するっていうのがいいのかなというふうには思いますね。なるべくやっぱり旗を踏むこと、まあ、そこからドミネーション本当始まってくんで、それを意識するだけで結構変わるかなという感じがしますね。で、今いい感じですよね。前押しの味方が2人いて、旗に入ってる味方が1人なんで、僕も旗を踏みましょう。で、目の前の味方やられてしまうんですけど、僕も旗を踏んでたんで B 旗を取ることができたと。いいですね。うまく旗の引き継ぎができましたよね。やっぱり旗には1人で入るんじゃなくて、まあ、2人以上で入るっていうのが、鉄則というか、まあ、大切になってくるんで、まあ、1人ね、旗に入ってるなっていう味方がいたら、ぜひね、初心者の方も積極的に、旗に入ってあげるようにしましょう。やっぱり空挺サプレッサーのエネルギッシュは本当に裏取りというか前線を上げやすいんで、そこは素晴らしいですよね。で、ここ、B 旗取られてしまって、なおかつ味方が相手の A 旗の方で湧いてきてますね。まあ、若干カオスな状態ですよね。
おそらく C 旗を鳴らされちゃうんでですね、まあ多分 C 旗の方が有利なんで、相手がね裏取りしまくって多分 C 旗を取りに行ったのかなっていう感じですね。まあ味方に A 旗は任せて、あえてこのタイミングで僕はもう一度裏を取りに行くと。いいっすね。まあ相手が A 旗を取ったタイミングなんで、まあ、確実にそのまままっすぐ上がってくるんですよね。裏取り成功してる状態なんで。なんでまあここはねうまく僕が裏取りすることによってリスが変わった混戦だったんですけど、まあまあ B 旗はね無事取り返すことができましたね。まあ C 旗の方が有利だとは思うので、まあちょっと難しい戦いにはなっちゃうんですけど、まああの状況であればやっぱり B はね最低限自分たちのものにしなきゃいけなかったんで、まああのムーブは非常に我ながら良かったかなという感じはしますね。でなおかつ初心者さんというか他の味方の人も B 旗に踏んで B 旗に入ってくれてたんですごく良かったですよね。あこの位置結構ね裏取りしやすいですね。この振り旗の有利ポジというか、まあ C 旗が有利有利っていう風にさっきから言ってるんですけど、まあこのね B 旗周りは結構割と裏取りしやすいんですよ。ここもそうなんですけど、ここに隠れてまあ敵がねあの正面の2階のなんていうんだろうな階段の上あそこに行ったなっていう風に思ったらちょろちょろっとすぐ進んで出てって裏取りすることもできるんで、まあまあ振り旗が A だよとか C 旗が有利だよとは言いつつも、まあこのね有利ポジまでちゃんと押し込むことができれば。まあそんなにあの旗の有利不利っていうのは関係ないのかなっていう感じですね。ただしやっぱりあくまでね、正面で味方が、ぶつかってくれてこそなんで、裏取りっていうのは、まあ、ケースバイケースというか、味方の位置だったり試合の流れを読んで、やるようにしましょう。まあここはねもう残り、30点差ぐらいで自分たちが負けてるんで、まあ完全にねもう意地でも B 旗は絶対守り抜くっていう感じですね。で敵が B 旗を踏んで、なおかつ、正面側は味方がちゃんとね正面で押さえてくれてるんで、僕は裏取りを狙いに行くと。こんな感じですね。まあ、こういうちゃんとね味方との前後関係っていうのがちゃんとしてると、やっぱり裏取りっていうのはやりがいがあるし、そういうシーンでこそやっぱりやるべきかなっていう感じがしますよね。まあ、今作は本当サプレッサーが SMG にしかつけれないんで、 SMG を持つ以上はこういう立ち回りっていうのは、うん、ある程度求められるのかなという感じがしますね。逆に LMG だったり AR だったら、まあ、正面で、ポイントを抑えるっていう戦いの方が、まあ、向いてるのかもしれないですね。まあその辺は武器のチョイスだったり自分のスキルのチョイス、スキル次第っていうところもあるかなというふうに思います。で先ほどからねいわゆる前押しっていうのができてる状態ですね。キルは狙ってもいいんですけど、まあ最優先はあくまで B 旗の防衛キル、これはねちゃんと頭の中に入れて、あんまりこうキル稼ぎキル稼ぎでリスポーンをねこうごちゃごちゃにしないように、まあただでさえもう接戦なんで、今ようやくあれかな174でようやく勝ち越し、あまだかようやく勝ち越せるかなっていう感じなんで、あんまりこうリスポーン荒らしすぎないようにうまく前押し、していきましょう。でこんな感じでスコアストリークでいいですね。理想的な固め方ができてるのが分かりますよね。まあ中央の端の味方が見ていてくれてて、なおかつ階段下から階段上の敵も見ていて、でなおかつ僕がいつでもこう裏取り行けるポジションにいてみたいな、まあよく言えば右下のねあの外周側を見てくれる味方が一人いると、まあ余計ねもう完璧な固め方だと思うんですけど、まあこれだけ B 旗がね固めることができれば、もうだいぶまあ C 旗が有利とか A 旗がフリーとかあんまり関係なくなります。ここまで固めることさえできればかなりまあほぼほぼ負けないんじゃないかなっていう感じですね。まあドミネーションはね何回も言ってる通り、やっぱり初心者さんにはどうしても難しいルールなんですよね。ある程度場数をこなさないと、もう何をしたらいいのかわからないみたいな状態になってしまうんですよね。チームデスマッチみたいにとりあえずキルすることさえできればいいみたいなルールじゃなくて、ある程度ね先ほども言った通り味方の、ね、位置だったりとか、キルログだったりとかを見て、自分がこのチームにおいてどれぐらいの強さでどういう立ち回りを求められているのか、どういう武器を使うべきなのかっていうのを、まあ、ちゃんと考える必要があるんで、まあただね覚えるとすごく楽しいです。なんで初心者さんもぜひね、まあ、まずは爆発を踏むことから、始めて、ぜひねドミネーションやっていってください。まあ大量のキル狙いたいのであれば、まあ、こんな感じで空挺手段でサプレッサー SMG みたいなのを使ってみてもいいかもしれません。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンコメントの方よろしくお願いいたします。まあ、今回は、53キル20ですの2ダッシュ2防衛ということで、まあ、ちょっと旗に絡む回数が少なかったんで、まあ、できればね、防衛キルもうちょっと増やしたかったかなという感じはしますね。はい。まあ、次回とかね、普通の実況とかでもうちょっと防衛、
に関われてる、実況動画、ドミネーションのね、出せたらいいなというふうに思ってるんで、よかったら見てください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。こてつなでした。あつぼん。2人とも抜けています。そんなこと今知ったんだけど、あれ結構有利だったはずなんだけどな。なんでいつの間にかこんなに2人とも抜けちゃってんの。ちょっと待ってくださいよ。